エンジンスワップとは、自動車に搭載されているエンジンを取り外し、別のエンジンに乗せ替えることを言う。オースチンミニにホンダビテックエンジンを乗せた、例エンジンスワップは、自動車の修理や、性能向上、環境対応を目的に行われるものである。基本的には、同型車種、エンジン間で行われるケースがたびたび見られるが、だったら、果てはハイラックスに、 SR20 デッドを乗せるといった具合に時にメーカーの壁どころかエラントラに 4G63 を乗せるというように国境すら越えて根本的に形式を変更するもの果てにミニカに川崎忍者 ZX-9R や鈴木 GSX1300R はやぶさのエンジンを乗せるといった四輪車同士に範囲を絞らないスワップも存在するそのような場合 車体を大きく加工する必要もあり、その作業のライトハードさには開きがある。一般的に申請不要でエンジンスワップを行う場合、シリンダーブロックに刻印されている形式と車検症状の形式が一致しなければならないのは言うまでもないが、形式が一致しても乗せかえるエンジンのハイガス記号より、車両に搭載されているエンジンのハイガス記号が古くなる場合、 公認取得が必要になる。この場合、2015年頃までは認められていなかったが、規制緩和により可能となった。ただし、煩雑な手間と、高額な費用、時間がかかるため現実的ではない。形式の異なるエンジンを乗せ替える場合や、燃料の種類を変更する場合は乗せ替え後に、排ガス規制を満たすことを証明する書類が必要である。 また、550cc 時代の軽自動車のエンジンを 660cc のものに乗せ替えた場合、原則軽自動車として認められないため 660cc の白ナンバー、1000cc 以下の小型車登録へと強制的に変更される。基本的には、自動車の基本性能を向上させるためにより、高性能なエンジンに乗せ替えるというパターンが多い。ただ、なぜ エンジンスワップをする必要があるのかということには、いくつかの背景がある。自動車の場合と同じく、鉄道車両においてもエンジンの交換が行われることがある。理由としては、が挙げられる。ありがとうございます。